雲行き丸の略図。ただし、記憶に基づいて、後に作成されたもので、あまり正確ではない。雲行き丸は、幕末に、薩摩藩が建造した蒸気船。古紙通船と呼ばれる和洋折衷船に、試作蒸気機関を搭載したもので、日本で建造された最初の蒸気船である。薩摩藩主、島津成沖の長男だった、島津成明は、早くから、 西洋の技術に関心を持っていた。1851年に藩主に就任すると修正官事業を起こすなど積極的に西洋技術の導入を進めた。成明はその一環として西洋式の造船技術も導入しようとした。1851年に薩摩藩支配下の琉球へジョン万次郎が上陸すると彼が故装途中で薩摩に滞在している間に 成りは、洋式船についての知見を学び取ろうと試みた。成りの命により、藩士の田原直介や船大倉が、ジョン万次郎から教授を受け、スクーナーや捕鯨船の模型などを製作、洋式船の操縦術なども学んだ。このジョン万次郎の情報を参考に、田原らが設計、建造したのが、腰通船と呼ばれる小型木造帆舟である。洋木は、 池田文庫所像の古室通線図によると長さ8件余り幅1件3尺、種マスト6件4尺余りである構造は和洋折衷で西洋風に六材で強化された船体を持つ一方甲板の張り方や舵は和線式であった日本マストで和線風の四角い洋飯を中心からずらして張った変則的なラグセール搬送を有した古室通線は 湾内での輸送用に使われ、1854年9から10月頃に三隻は江戸へと開港された。なお、田原直介は後により本格的な様式帆船、昌平丸の設計に関わっている。島津成明は蒸気船にも関心を抱き、1848年にオランダ人フェルダムの技術書を入手、蘭学者の見くり原稿へと翻訳を依頼した。 同書は1849年9から10月頃に水虫船略説として仕上がった。なお以前にも蒸気機関、蒸気船の存在は日本にも伝わりつつあり、すでに1843年には幕府がオランダ省官長に蒸気船の長崎建造を紹介するなどしていた。1851年、藩主となった成明は水虫船略説を参考にした。 蒸気機関の試作を命じた。同年春には、江戸の薩摩藩邸同年冬には、薩摩本国においても試作品の製造が始まった。この試作が難航するうちに黒船来航を迎えて、蒸気船の威力が広く実感されると、蒸気船導入の要請は、さらに強まった。幕府はオランダから日本最初の蒸気船、観光丸の寄贈を受けて、長崎海軍練習を開始したが、 薩摩藩も長崎に人員を派遣して、観光丸や小型蒸気艇の見学を行い、蒸気機関試作の参考とした。苦難の末に、江戸製の試作蒸気機関は、なんとか完成にこぎつけ、1855年8月15日に、判定内で初代名を招いての公開試運転が行われた。さらに、腰通線へ搭載しての試験も行われることになり、翌月までに、 星通船のうちの一席へと試作機関が装着された。推進方式は外輪船方式であった。当初は特別な船名はなかったが、後に雲行き丸と命名された。1855年10月3日、完成した試作蒸気船は江戸の薩摩藩停船の海で試運転を実施した。品川沖に停泊中の薩摩本船軍艦、昌平丸付近まで航行し、 成功と認められた。1857年には、薩摩本国へと開港されることになり、同年秋には、本国でも試験公開を行っている。こうして、一応は、稼働に成功し、日本最初の国産蒸気船となった、雲行き丸であったが、技術的な完成度は低かった。特に蒸気漏れが激しく、後に、鹿児島湾内に係留された動線を観察した、オランダ人、 ホイセンファンカッテンディーケによれば、設計出力12馬力と推定されるところ実力は2から3馬力に過ぎなかったという。最高速力は6兆ヤグラの小舟並みと記録され、4から5ノット程度と推定される。雲行き丸と平行。しかし、不完全ではあっても、ほとんど独学で、初めて蒸気機関と蒸気船を製造したという意味では、雲行き丸建造は、 画期的な事業だったと評価される。ホイセンファンカッテンリーケも簡単な図面を頼りに蒸気機関を完成させた人物には非凡な才能があると驚いている。その後、雲行き丸は輸送船や連絡船として使用された。この間、長崎でオランダ人の指導の下で蒸気機関の改修工事を受けたとも言われる。明治維新後は使用されない状態となり、 明治20年代にスクラップとして売却された。蒸気機関は海軍兵学校の教材となっていたが、やはり明治時代中頃に廃棄処分となってしまった。現存するのは記憶によって作成された不正確な絵図や少数の機関図面だけである。ありがとうございます。